き餃子を食べたから次は違うやつを食べたい。これなんだろう。What's this? チーズウェル。チーズウェル。パルミジャーノ。これチーズなんだ。チーズ。すごいバジルの匂い。フレッシュパスタ。改めまして、浅田です。今回はブリスベンにあるナイトマーケットに来てます。ここは金土日と週末だけ開かれるイートストリートというマーケットになるんだけど、このね、後ろに映っているカラフルなコンテナをリメイクして作られたマーケットみたいで、ここにね、歩いてくる最中もカラフルなコンテナがたくさんありました。でね、今はまだ明るい時間帯なんだけど、これからね、暗くなってくるとライトアップもされるみたいで、今日は朝から何も食べてないので、いろいろと食べながらオーストラリアのナイトマーケットを楽しみたいと思います。じゃあ早速中に行ってきます。はい、中に入りました。入り口ではね、5ドルの入場料がかかるみたいなので、それを払って中に入ります。クレジットも行けました。ほう、さあ早速中を見ていきたいと思います。すごいね、ポップコーンか、この匂い。ポップコーンが入り口にあって、なんかここもお店がたくさんありそうだな。ちょっと行ってみるか。おお、はい、ここはパンケーキ。これもなんかチョコレートとか甘い系。これもチョコレート系か。あ、なんかステーキみたいのあるから、なんか歌とかも歌われるかもね。あ、なんだ、ここはお酒が飲めるやつ。ここはハンバーガーとか、なんだ、なんか魚介とかもあるな。タトゥー屋さんみたいな感じで、結構お店が多そうだな。多分こういったいろんなスペースがあるんだろうな。何個も何個も、まだまだ向こうに奥の方までずっと続いてるから。あ、天気も良くて最高。ここがめちゃくちゃ並んでるな。なんか円状にカットされたじゃがいも、ポテトかでね。またね、こっちのエリアもまた広いドーム状のイベントスペースみたいのがあって、この両脇にもまたお店がたくさんあるね。なんか夜はショーとかされそうだね。まあ、されるか、絶対こんな用意されてんだったら。いい匂いがするで。ただやっぱりオーストラリアの料理みたいな感じで、ジャンキーな感じのが多いな。なんか肉とか、ハンバーガーとか、ポテトとかだな。で、ここのナイトマーケットは、川にこうやって面してるから、最高よ。綺麗、みんな最高だな。こうやって川沿いのところでご飯も食べれるスペースもあるし、このイベントスペースの中にもね、食べれるところがあるから、こういうところで皆さん買って食べてるわ。夜のイベントなんか、このステージもすごい良さそう。結構ちゃんとしてるスペースだからすごそうだね。なんとお好み焼き屋さんがあった。ジャパニーズピザって言うんだね。うわー、美味しそうだけど、こんなものはもういいかな。日本の人が働いてるかも。お、ここはタイ料理だ。うわ、パッタイ、タイヌードルって書いてる。食いたいけど、なんか買って食いたいところですね。これは、うわ、餃子、餃子とかだ。なるほど、餃子食いてえな。餃子食っちゃうか。はい、ということで
餃子3個だけ購入しました。ちょっと今日はね、食べ歩きみたいにしようかな。いただきます。うん、美味しいな。結構でかいわ。しかも結構小分けに売ってるのが多いから、こんな感じで食べ歩きだな今日は。でいろんなところで音楽も流れてるから雰囲気もね最高でいいです。ちょっとねこの後いろいろと紹介していきますので、じゃあ次行きたいと思います。ここのエリアはなんかアメリカンな感じいいね。なんか各エリアにテーマありそうだね。あ、書いてあるわ、ここにアジアストリートって書いてあるから、アジアだったりアメリカだったりっていう、そういうエリアによって若干コンセプトが違うのかもな。こちらがアジアストリート。アジアストリート狭いな。でもこうやって赤ちょうちんとかあるね。あと鶏、これ鶏ってアジアなの。まあいいや、今までのとこは何のエリアだったんだろう、よくわからなかった。さっき餃子を食べたから次は違うやつを食べたい。これなんだろう。What's this? チーズウェル。チーズウェル。パルミジャーノ。これチーズなんだ。チーズ、すごいバジルの匂い。フレストパスタ。美味しそう。フレスト。これチーズの箱にこうやってパスタ、バジルのパスタを茹でて、バジルのパスタを茹でて、パスタをバジルで茹でて、あのチーズの箱でなんか絡めてるのか。これ美味しそうだな。14ドル。はい、続いては買っちゃいました。チーズバジルパスタ、あのおっちゃんが素敵すぎたから買いました。うまそう、これすごいわ。いただきます。うん、うまっ。最高だわこれ、くそうまい。あのバジルソースで絡めた後にこのさ、ボールのチーズで絡めてるんだけど、本当にね、チーズの味がすごいする。また上にチーズかかってるから、チーズ好きにはたまりません。最高です。マジ腹すかせてきてみてよかったわ。美味しいのいっぱいある。まだ2品だけど、こちらバジルチーズパスタ、とても量が多いので一人で食べないようにお気をつけください。次行きます。ここはわたあめだ。すげえ。これ嬉しいだろうな、子供。You want a horse ticket? That's for you. あとはお肉食いたいな。お肉となんかデザートみたいのを食べようか。はい、ということで次はお肉。こちらここにあるタイのお店で串焼き買ってきました。そしてこのカメラの背後では、この特等席で音楽を聴きながら串焼きを食べたいと思います。久々のタイ料理、いただきます。お腹いっぱいなので夜までちょっと休憩したいと思います。
なったけどね、だいぶ雰囲気変わったね。夜は夜で雰囲気がすごくいいけど、音楽がより昼間より大きくなってる気がするから、雰囲気がめちゃくちゃ良くなってきてます。活気がすごいわ。昼間もね人が多かったんだけど、夜になってより人が増えた気がする。今18時30分ぐらいだけど、もう人の量が半端ないね。はい、ということで今回はオーストラリアブリスベンにあるナイトマーケットに来ていました。いろんな国のねご飯も食べれるし、気分が上がる音楽もあちこちで流れているので、間違いなくね楽しめる場所だと思うので、オーストラリアに来た際はぜひ来てみてください。今後もこのチャンネルでは海外の様子を配信していきますので、海外に興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では本日はこちらオーストラリアブリスベンにあるイートストリートからお会いさせてもらいます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。